今重視しているのは孤立化という新たな社会リスクに対する取り組みです。7ヶ月前、総理大臣就任直後の演説でこう宣言していた菅総理。その取り組みが今週いよいよ具体的な組織として動き出しました。支え合いのネットワークで新しい社会の形を作ることを目指す匿名チーム。その名称もすでに最初の演説で示されていました。誰一人として排除されることのない社会、すなわち一人一人を包摂する社会の実現を目指します。初会合で検討されたさまざまな現状データ、一人暮らし高齢者、児童虐待、不登校、 DV、 離婚、貧困、非正規雇用、孤独死、そして自殺。自殺をする人の原因を見ると、単に貧しいだけで自殺する人はあまりいない、貧しい上に誰も友達がいない、まして頼りになる家族はいない、そういうその孤立と貧困が重なった時に非常に自殺に追い込まれる。自殺対策に最前線で取り組む NPO ライフリンク代表の清水康之さん、内閣府参与としてこの匿名チームの中心メンバーに加わり、会議と現場等を直結させます。言いっぱなしにならないようにやっぱり関わり続けるということが重要だと思っているので、何か提言したのであれば関わっていくことによってちゃんと着地させる、そこまで責任を負える状況になってきているんだと思いますね。かつて年越し派遣村の村長を務めるなど貧困問題に現場で関わり続ける湯浅誠さんも中心メンバーの一人。役所の縦割りでない今回の体制に期待します。生活苦と多重債務と児童虐待とかっていうのはいろんな重なっていくのでね、でそれはやっぱ省庁横断的にしかやれないんですよね。そういう意味では官邸でこういう取り組みやろうっていうふうに座ったのは非常にありがたいと思ってます。こうして関連するさまざまな省庁や民間の専門家が結集して匿名チームは動き出しました。日本社会のいわゆる政府も含めてですが、セーフティーネットのどこに穴があるのか、つまり受け皿を強化し、しかもそういうことをやっているということを、啓発することによって結果的にやっていくと、コールセンターという形で1年365日24時間全国どこにいても必ず誰かが電話を受けられる。この状態もはや一部の人の問題とは到底言えないレベルまで来ていますから、これをずっと放置しておくと、社会的な持続可能性はないだろう。匿名チームはこれから個々人のニーズに応じた支援体制を急ピッチで立ち上げるのとともに、実態調査を経て孤立を未然に予防する対策、孤立した人を包み込む対策の両面を提言していきます。まさにみんなが出番と居場所のある社会にしていくための最も重要な課題だと思っておりますので、どうかよろしくお願いします。